これが呪われちゃうっていう例の DVD か。カナ、お願い、代わりに見てくれないかな。こんなこと頼めるのカナだけなんだ。見たら呪われる噂の DVD？ バカバカしい。ただの噂でしょ。中を見て先輩に感想を伝えないといけなくって。へえ。だからお願い、カナ様。カナ大明神、ラム、ラム。しょうがないな。私が代わりに見て感想を教えてあげる。何これ、何も映ってないじゃないの。よかった。はあ、心配して損しちゃった。へえ、お姉ちゃんでも一人でエッチな DVD 見るんだ。前、いつの間に。ただいま。ねえ、後で私にも回してよ。はあ？もしかして、すごいやつ？ダメよ、ダメ！マイ、あなたにはまだ刺激が強すぎるわ。子供はダメ。それに、こういうものは私のような大人になってから見なさい。まさか呪いの DVD にビビってたなんて、姉として知られたくないしね。体はもう大人だよ。私、お姉ちゃんよりおっぱいあるし。ほら、ほら。一言多いよ、マイ。